今回紹介するのは、井村正代コーチの結果を出す力という本です。なぜ日本のシンクロは復活できたのか心の才能を鍛える熱い言葉が満載。心のスイッチを入れた30の言葉。鬼コーチ、井村正代さんの教え方はすごい。口先だけで、いくら選手を進化させようとしても、 選手にそれだけの力が備わっていないとできないこの進化させる力を選手が持っているかいないかを見抜く力こそコーチにとって必要なのである本書は30項目で構成されています各項目に有意義な言葉が記されていますこれは本書を読んで覚えていくしかないでしょう30項目のうちナンバー28 ただ、叱るだけでは伸びない。3点セットで叱るより、その内容を紹介しておきます。1、選手の悪いところをはっきりと指摘している。2、必ず悪いところを直す方法を伝える。3、直せたかどうかを確認する。とっても読みやすい。カバンに入れていつでも開けるビジネスマンにも、学生にも、夢を追う人にも。 誰にとっても大切な一冊になると思います。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。